鬼越トマホーク、酒井亮太、改名を発表、帰ろ帰ろって周りがうるさいんで。お笑いコンビ、鬼越トマホークが1日、YouTube チャンネルを更新。酒井亮太、38、が改名したことを発表した。相方の金ちゃんはすでに8年前に改名済みだが、いろいろ師匠が出てるんですと酒井にぼやくと、普段 YouTube 上で、よちゃんって呼んでるんですけど、テレビだとわからないので。酒井って呼んでるのがめんどくさい。プラス、俺よりも金ちゃんっぽいと改名に至った経緯を述べた。金ちゃんが考えた新芸名候補には、酒井満月、酒井アザラシ、元気だるまなども。酒井は、いやいや、本名で行きたいですよ、僕は。とうなだれるも、よちゃん、イコールりょうちゃん、と書かれた紙を持って、よちゃんです。僕も変えたくなかったんですけど、変えろ変えろって周りがうるさいんで。一番無難な芸名にさせていただきましたと説明。続けて、よちゃんってよく呼ばれるんで、他の候補がクソだったんでと言い捨てた。いやいやながらの酒井を横目に、金ちゃんは、10月1日18時からは、鬼越トマホークりょうちゃんに完全に変わりましたので、皆さんもよちゃんとお願いしますと呼びかけた。